デームパトリシアリー、パチーレリー、1954年5月17日隊は、21代目ニュージーランド総督、弁護士。1954年5月17日に、ワイカト地方郊外またまたに誕生する。アイルランドの家系を持ち、両親ともに教師という家庭に育つ。6歳で、ハミルトンへ、引っ越し、ハミルトンガールズハイスクール卒。1976年に、 ビクトリア大学ウェリントンで法学士、1979年に法学修士の学位を取得。1982年までビクトリア大学法学部助手、講師を務める。1982年にビクトリア大学を退職後、弁護士事務所へ移籍し、1983年にパートナーとなる。1983年に投資顧問会社。 ブライリー・インベストメンツへ遺跡史企業買収を手掛ける。1996年にカジノを運営するスカイシティ副会長。1997年にテレコムニュージーランド理事、2009年に映画の著作物を所管するニュージーランド映画コミッション会長に就任。2014年に芸術界とビジネス界への貢献によりニュージーランドメリット勲章ナイトを授与され。 デームの称号を得る。2016年3月にニュージーランド首相の推薦を受け、第21代ニュージーランド総督に内定。同年9月28日、女性として3人目の総督に就任。夫は弁護士、コンサルタントで元司法委員会長のサーデイビッドガスコイン。ありがとうございます。